はい、皆さんこんにちは。今回は Amazon でレビュー0件のヒーターアタッチメントについてレビューしたいと思います。こちらのヒーターアタッチメントなんですが、ネオロスという、まあ、聞いたことないメーカーですね。岩谷ジュニアコンパクトバーナーやソト ST310 という、まあ、使ってる人も多いんじゃないかなというバーナーにもね、ちゃんと対応してるって書いてあるのに、なぜかレビューが1件もないということでね、ちょっと購入をためらうところではあります。まあ、ただ他にもね、よくわからない中国のメーカーのものが1000円台で売ってるし、コールマンなんかのブランド品も2000円台で売ってるというところで、あと構造がよく似てるフューチャーフォックスのものがあと1000円で買えるというところでね、もうこの聞いたことのないメーカーのものが3980円っていうのがね、まあ、レビュー0件の原因かもしれないですね。ただね、私が見た限りコールマンを含めて、まあ、背が低いやつも多いんですよね。で、持ち歩くにはもちろん小さい方がいいんですが、加熱部分が円錐形になっているこの形の方がね、まあ、岩谷ジュニアとかは火が出る範囲が狭いんでね、まあ、効率がいいんじゃないかと思ったわけです。となるとですよ、私が探した範囲だとフューチャーホックスかこのネオロスかの2択になったので、じゃあ1000円安いこっちを買ってみようかということでね、買ってみました。はい、では付属品の紹介からしますね。まずピンセットですね。これ多分持ち上げる用のピンセットだと思うんですが、別に、なんていうことのない、結構どこでも売ってそうなピンセットです。それからこのピンセットを入れる袋ですね。あと本体を入れる袋と、付属している商品はそれだけですね。収納袋に入れたピンセットなんですが、これが本体に斜めにしたら、まあ、ギリ入るかなという感じですね。ちょっと袋が邪魔っていう感じもしますが、とりあえず出っ張らないかなぐらいな感じです。はい、ではこのなんか普通のピンセットでこのヒーター持ち上げてみましょう。まあ持ち上がりますね。ただ横よりは天井のスリットにピンセットを突っ込んだ方が持ち上げやすいことは持ち上げやすいです。でもこのピンセットを使うときって多分暑いときですよね。暑いときにその真上に手を持ってくるとやっぱり暑いんじゃないかと思いますね。手袋はした方がいいでしょうね。はい、それでは実際にね、火をつけてヒーターとして使ってみましょう。もうすでに2回ぐらい火をつけて、使ってるので焼き色がついてますが、まあその辺は良しとして、最初来た時は普通の無垢の綺麗なステンレスでしたよ。ただ岩谷ジュニアバーナーって中心から放射線状に孤独が出てるんじゃなくて、ちょっとオフセットしてますよね。まあその関係で特別な溝が必要になるんですけれども、これがねちょっと分かりにくかったので、まあ印をつけとくか、なんか感覚で理解するしかないですね。はい、それでは火をつけてみましょう。ああ、もうすぐあれですね、一番上の方がもう真っ赤になってますね。そしてね、これやっぱりまあ普通に火を使ってるだけあってあったかいですよ。うん、あったかい。まあ、上の方がもちろんあったかいんですね。さあ、それではポットも乗せてみて、お湯を沸かしてみましょうか。ああ、さすがにね、この背が 120mm あるんですけど、それにさらに背の高いポットを乗せるとちょっと不安定ですね。見てると不安な感じがします。ただね、結構ごとくに入ってる溝の深さが深いんで、まあ、もしポットが倒れても本体は倒れないといいかなっていう感じでね、まあ信じたいと思います。
はい、こんな感じでね、お湯は沸きました。で、私がお湯を沸かしたっていうのは、やっぱり寒い時って気温よりも湿度の方が問題になってくるんですよね。なので、やはりお湯は沸いてほしいということでね、沸かしてみました。まあ、ただ安定感を求めるのであれば、こういうシェラカップとか、もう少しね、背の低いものの方が、なんか怖くなくていいですね。はい、そんなわけで今回は Amazon でレビュー0件のヒーターアタッチメントを買ってみた。結構優秀だったという話でした。また見てね。バイバイ。